スクールガールゾンビハンター。こちら桐作高校。たった今ドローンで救援物資を送りました。到着しているはずです。さあ今の音が。やったー。じゃあマユエがひとっ走り回収に行ってきます。姫路待て。頑張って生き延びて。救援物資ね。何か美味しいものでも入っていればいいですけど。私も行ってきます。危ないよサユリ、校庭にはゾンビが。でもマヤヤちゃんを一人で行かせられないでしょ。アキア頼んだ。はい。サユリ大丈夫だよ。リサゾンビなんか蹴散らして荷物すぐに持ってくるから。うんじゃあ行ってきます。アキア。え、何ですか。エナミさん、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。なんでって、一人じゃ危ないし、それにあんな大きなコンテナの荷物一人じゃ運べないでしょ。うん、まあそれはそうなんだけどね。じゃあ二人で協力してまずはゾンビを片付けよう。ち、マヤヤの警告が。やるの？
だ行くよ。これで救援物資が回収できるね。じゃあ早速中を。結構いろんなものが入ってるね。食料と武器と弾と。あ、着替えもある。しょうがないか。で、どうやって持って帰る？コンテナごとはどう見ても無理だよね。なんとか下駄箱のとこまで押していけないかな。はっ、いや、はあ、やっぱり無理か。ちょっと面倒だけど、何回かに分けて中身を持っていくしかないね。オッケー。じゃ、ゾンゾンがまた来る前に終わらせちゃおう。じゃあマヤヤが食料を持つから、サユリンは武器の方をお願い。わかった。はあ、重い。小分けにしてもこれだけ重いんじゃ、いつまで経っても運び終わらないよ。やっぱり
誰かに来てもらおうかね。マヤヤちゃん、あれ、マヤヤちゃん、マヤヤちゃん、まさかゾンビにさらわれたんじゃ。マヤヤちゃん、どこ行ったんだろう。あ、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。今姫路は何か企んでいる。あいつはそういうやつだ。まさかえなみさんが言ったみたいに。あ、これで食べ物はマヤヤのもの。ここに隠しといて、後でこっそりと。うひひひひひ。あとはゾンビに襲われたふりをしてみんなのところに帰れば。見つけた、マヤヤちゃん。ちょ、サユリ、なんでここに。校庭に足跡ついてたよ。しまった、足跡まで気が回らなかったわ。マヤヤちゃん、食料独り占めしようとしてたの。うん、そうだよ。なんで、なんでそんなことするの。今はみんなで助け合わなきゃ。別にいいじゃん。だってマヤヤ生き残りたいもん。生き残りたいのはみんな一緒だよ。だから分け合って助け合って。分け合って助け合って、それで他人が助かってもさ、自分が死んじゃったら何もならなくない。マヤヤちゃん、何を言ってるの。サユリンだってさ、一番大事なのは自分が生き残ることでしょ。それは私だってもちろん生き残りたいよ。でもさ、みんなにも同じくらい生き残ってもらいたいよ。なんで。当たり前でしょ、仲間なんだから。仲間。マヤヤ、そんなのになった覚えはないけど。ああ、もうどう思われてても私にとってマヤヤちゃんは仲間なの。何それ、勝手に決めないでよ。わけわかんない。しまった、また集まってきちゃった。もうこれはマヤヤのもんだかんね、誰にもあげないから。私たち全員生き残るよ。これでよし。これでよし。
様見つけた。これでよし。それけ、まだまだ行くよ。これでよし。お願い、今手当てするからね。まだだよ。これでよし。これでよし。これでよし。助けて、やばい。これでよし。今手当てするからね。生きてくれ。これでよし。これでよし。今マヤでするからね。生きてこの身を。よっと。足くじいちゃったみたい。本当？ちょっと見せて。手当てするから。あ、大丈夫だよ。こんくらいなんでもないから。ダメ、いいから見せなさい。これでよし。どう？歩ける？うん、なんとか歩けそう。よかった。ありがとう。どういたしまして。ねえ、さゆりんって変だよね。え？何が？だってさ、人のこと助けて何の得があるの？得とか損とかそういう理屈なんかはないよ。困った時は助け合うのが当たり前でしょ。よくわかんない。さて、じゃあこの食料運んじゃうね。うん。うわ、結構重い。こんなのよく一人で運べたね。マヤヤちゃん、見た目より力あるんだな。サユリンってやっぱり変なやつ。でも